こんばんは、五十嵐レイです。今週は2023年の牝馬クラシック最後のレースとなります秋華賞の3連単予想をいつもの3人でお届けしたいと思います。前回のスプリンターズステークスではナムラクレアとママコチャ、この2頭を選んでいたかなこちゃんの本命から今回はね伺いたいと思います。それではかなこちゃんの本命をお願いします。はい、藤崎かなこです。私が本命に選んだのはリバティアイランドです。阪神ジュブナイルフィリーズ、桜花賞をオークスと G1 を3連勝でこの舞台まで勝ち上がってきており、この豪華メンバーの中でも1枚抜けた存在と言えそうです。もしここで秋華賞を優勝すれば史上7頭目となる牝馬三冠馬の誕生となる一戦なので、落とせない戦いとなりそうです。調教内容もラスト1ハロン11秒0という抜群のタイムを出しており、体勢は整ったと判断しました。あとは京都コースの右回りで 2000m 戦という点は、後ろからの競馬となるこの馬にとってあまり良い舞台とは言えないのですが、能力の高さで差し切れると信じて本命に選びました。それでは香織さんの本命もお願いします。はい、中山香織です。私が本命に選んだのはドゥーラです。オークスでは15万人気で3着に好走したことで注目を集めましたが、前走のクイーンステークスを優勝したことで中距離での強さがあると評価できるレース内容でした。今回は圧倒的に3歳春で強さを披露したリバティアイランドが中心とはなりますが、リバティアイランドよりも前で競馬ができるので展開がハマれば一発あっても不思議ではないと判断して本命に選びました。それでは五十嵐さんの本命をお願いします。はい、お二人とも本命馬をありがとうございました。いやー、やっぱりね、リバティアイランドはもう言われてしまった。そうですよねそうなんですよね。もうお二人ともリバティアイランドもドゥーラもね、差し足がすごいので、もう可能性はもう十分でね狙えると思います。でまた今回はシオンステークスで豪脚を披露したモリアーナ、ローズステークスでレコードを出したマスクとディーバなど、かなり上がりタイムが使える馬が揃った印象なので、まあこういう時は前に行ける馬が残ってしまう、またはもうそのまま勝ち切ってしまうという展開がよくあるんで、今回私が本命に選んだのはコナコーストです。はい、本当はねローズステークスをステップレースに見据えていたんですけども、左足をねちょっと負傷してしまったことで回避となってしまって、まあ、入念な仕上げでオークスからの直行となったんですよね、この子ね。で桜花賞は2着に好走して、でオークスで2番人気を背負って7着に敗れたことで、中距離適正への未知数な点はちょっとね、まあ残るんですけれども、でもオークスでは後方からの競馬となってしまって、この馬の持ち味となるもう前で粘るっていうスタイルの競馬ができずに結果が残せなかっただけなので、まあこれはもう思い切って度外視したいと思います。でまた今回はね桜花賞で2着に好走した時のコンビとなる鮫島騎手が予定されていまして、桜花賞でリバティアイランドに4分の3馬身まで粘り込めた先行力と、あと平坦コースの京都コースがね、これは追い風となって一発が狙えるんじゃないかなと判断しまして、本命に選びました。はい、では今回の買い目ですが、3連単フォーメーションで1着、2着、3着に選んだのがリバティアイランドとコナコースト、この2頭にしました。続いて2着、3着に選んだのがハーパーとマスクとディーバ、以上の2頭を選びました。で最後3着固定に選んだのがドゥーラ、そしてモリアーナ、それからヒップホップソウル、以上の3頭を追加した3連単フォーメーション30点で的中を狙いたいと思います。